ージーアーティストゾーン、鷲崎たけしのザ・キャッチ。さあ、本日録音でお届けしております金曜ザ・キャッチでございますが、後半のゲストはこの方でございます。ザ・キャッチポップ、明けましておめでとうございます、井口優香です。よいしょ、やったー。さあやったー、直談判叶った、出せ出せと出れたー。番組に出せ出せという言葉があったのでですね、はい、チラッとお会いした時に、はい、なんか出たいっつってたらしいじゃないっつって、はい、そのままプロデューサー佐藤さん連れてきて、出たいっつってるよなんつったら、こういう具合になりまして。いやー、ありましたよ。しかも、ね、新年。新年1月1日。ですよ。めでたい。ありがとうございます。ちょっと。いいよ気が飛ぶんですよね、ちょっと。ねえ、はい、そうなんでございますよね。言ってみるものだな、もう。ぶっちゃけ、まあ、これ、まあ、年末収録でございますと。はい、ね、皆様、まあ、これ、1日放送なんで、だいたいわかると思いますけど、年末収録ですが、ね、うん、2015年、井口さん、はい、まあ、ご自分の番組にもそういう話するとは思いますけれども、はい、いかがでしたか？いや、怒涛でした。怒涛でしたか？とっても、充実してましたね。具体的にお願いします。お歌的にはですね、うん、2015年は、ライブからスタートしたんですよ。うん、あ、そうか。1月に初めての、ソロライブをやらせてもらって、うんうんうん、東京は、千葉、市川と。東京は千葉、市川。表現が難しい。東京公演は、市川だったんですけど、そしてあと、大阪と、ディズニーファンみたいな感じです。あ、もうディズニー言ったらダメか。東京、そう、東京ドイツ村みたいなもんだ。そうです、そうです。大体千葉にある。そうです、そうです。と、その2カ所のツアーをやらせてもらったところから、はい、音楽の活動は今年スタートだったので、っていう面でも初めてのこともやりつつ、はい、うん、こう、いつものこともアフレコもやりつつで、すごいなんか充実してました。あ、忙しかった、うん、そうですね、忙しかったのかな、わかんないですよね。うん、毎日なんかいろいろやっていく中で、うん、なんかスケジュールが忙しくててんてこまいっていう方の充実というよりは、うん、なんかそのお仕事のる回り方はすごい好きなのであれなんですけど、うん、やっぱ初めてのことを経験することのドキドキ感にいっぱい出会った気がします。おいくつでしたっけ今。27歳ですよ。あら、株じゃない素敵。やだもー、27歳だ。およー、困ったら、これ。なんか、兄様にも、今年、はい、あ、今年違う、2015年初めてソロで出させてもらったりとかですね。うん、偉い、そうよ、ちゃんと。収録番組と何番組があるし。いやいや、うっかり。なので、そういうなんか、一人でステージに立つとか、うん、アフレコでは経験できないことだったり、うん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 、そしてローキューブとかでは経験できなかったことを、2015年はいっぱい経験することができました。そうか。うんうん、いいですね。年取るとなかなかね、初めてのことっていうのが少なくなってくるんですよ。そんな気がするんです。はい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 、あと、その初めてのことにチャレンジする勇気がすごいいるんですけど、はいはいはい、なんか、今年は周りのいろんな人に背中を押してもらって、うんうんうん、すごい前に出ることができたなと思います。ねえ、おめでとうございます。ありがとうございます。ね、うんうんうん、ちょいちょい聞いてますよ、ラジオも。あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。ギブ来た時俺のこと褒めてたね、ギブがだけど。ギブが俺を褒めてた。ついこの間のやつじゃないですか。そうですよ。そうです。ギブちゃんが来てくれた時とかも、ね、そうです。ちょいちょい鷲崎さんの話題は出させていただいております。ありがとうございます。いや、ドキッとしますよ、ツイッター見て。おなんか言われてるぞ、なんだろうって。チェックチェック。そうなんですよ。でもなんかこうやって、うん、1対1で、ラジオする機会も鷲崎さんとはあんまりなかったりとか。コムちゃんも呼んでもらえなかったし。コムちゃんは来て欲しかったんですよ。なんやろね。ね、俺、エジソンよりコムちゃんが良かったよ。私、エジソンよりはコムちゃんの方が絶対合ってるだろうって思いましたよ。絶対長い付き合いだしね。なんか、もうこれはちょっとね、持ち帰ります、この時代は。今後の反省点です。今後の反省点。次出た時は次、まあ次って随分先だろうけどね。連続で出て欲しかった。そうなんだ。だからこっちもね、アニスパが、昨年の、春までやってて、うん、その時まではもう毎週毎週、ね、本当に挨拶する、なんか暇はなくても、うんうん、お顔合わすはあったんですけども、うんうん、あれ以降もうさっぱり、そうなんですね、会うこともなくなってしまい、あ、で、イベントでもたまにこうご一緒させていただく機会はあったんですけど、あまり会えないんです。何？どういうこと？鷲崎さんにイベントごととかでも、うん、あ、そうだから本当にね、もうおじさん本当、うん、全然女子のイベントの司会来ない。なんなんでしょうね。俺なんかやらかしたみたいな。違います違います、もうなんか違います。全然何にもやってないはずなのに、ね、見たことないよ。5、6年前は2ちゃんとかでもなんか書くやついたけど。ありもしないことを、ね、そろそろない、そろそろないよ。そうなんです。さっきタイテンさんにばったり会ったら、タイテンさんまだ俺と浅野が結婚してるって言った。
インターネットアンサイクロペディアに書いてあった。アンサイクロペディアを信じるんじゃない。アンサイクロ、まさかのアンサイクロ。一番お遊びのやつ。ねえ、そうなんですよ。そうなんですよ。なかなかお会いすることがなくて。なので、うん、あの、セラフとかぐらいなのかな、終わりのセラフの時に、橋崎さんが司会してくださって。そうね。そうだそうだそうだ。うんうん、ね、それぐらいでしたね。そうですよ、意外と。そうなんですよ、本当になかなか会わなくて。すごい、ね、でも私一方的にあの、拝見はしてます。お、何でですか？あの、イベントだったりとか、すれ違いだったりとか、はい、あとテレビとかでも。あ、ありがとうございます。ナナさんの番組見てたら、橋崎さんがいるんで。そうなの。すごくない？すごいです。あの、もうほん、大変だったんだから。すごいボリューミーな内容を。いやささって、あれを77分でも、ゲスト1人来ても大体1分半か2分しか喋ることない。すごい。井上きっこなんか来たら挨拶だけで1分になっちゃうんだから。おいおいってやってたらもう終わっちゃう。いやー、もう楽しかったです。いやー、ねー、そうなんでございますが。はい。まあ、ベタな質問でございますけど、はい、2016年、まあ今年になりましたけども、2016年、なんかこんなことに挑戦したい、こんな目標がございますみたいなの、あります、はい、あのですね、個人的にですね、もちろん、2年目になっている車の免許をですね、取りたいと思って。あああの、やめちゃったやつ。やめてないですよ。やめちゃってるよ。やめちゃってるよ、一回。ずーっと続けて、ずーっともう教習所。いや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 。でも、もう。言ってないでしょ、言ってないでしょ。言ってるんですよ。漫画だったら単行本出ないやつだよ。もう。やばい。やばい。もうマニアの方だけが、当時のそのジャンプなりマガジンなりを。買って読むしかないやつだよ。やばい。いや、もうあの本当に1月の中旬で、全ての期限が切れる仕組みになってるので。仕組みになってるんですか ?3 年生にはなれないんです、このまま。それはもうこの今が1月1日ですけど、はい、このってことですか？この。俺免許を取りに行ったこともないもんですから、うん、システムがよくわかってないんですけど、うん、どれぐらい前に取りに行こうと思ったんでしたっけ？はい、2年前の10月ですね。ギリギリまで攻めていこうと思います。お金払ってるんだったら、そのギリギリまで楽しみたいじゃないですか。学園生活を。いやいやいや、楽しんでんだったらいいけど、ないでしょ、なんか下級生とのなんかやりとりとか恋とか。そうですね、基本的に抜かされてくばかりですからね。文化祭とかも特にないわけでしょ。もうどん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 、私を抜いて。田村ゆかりが、ジムの入会金だけ払って、毎月毎月金払ってるけど、一個も行ってないと同じだ。それは信じられないですね。それはちょっと信じられないですね。いた方がいいですね。直せで、2年間行かなかったわけでしょ、はい、だから2年間取れなかったわけでしょ、そうそう。だから絶対無理じゃん。いや、それが、うまいんですよ、運転は。ただちょっとたまに行かなくなっちゃう期間があるっていうだけで。ああ、なるほどね。はい、試験は点数取れんだけど、出席日数が足りてないやつだ。そう、それです。みたいなことだ。はい。ざっくり言うと。でもこれはもう仕事減らしちゃうしかないじゃん。やーん、やーん、でも、なんだそりゃ。やーんなんだそれ。困っちゃうんですけど、でも本当に、免許は、今年必ず取って、ドライブに行きたいなと思いますし。素晴らしい。それを、後にですね、はい、番組 DVD 企画とかにして、転がしていきたいな。そうね、そうね、そんだけかけてやったんだもん。広く展開していきたい。皆さんにも楽しんでいきたいですし、長いコンテンツとして楽しんでいきたいですし、ね、運転が、みんな上手くなっちゃうんだから。そうです。ちょっと、そんな、ああ、ガッタンみたいな、合流あるよー、やばーい、怖い怖い。のところを皆さんに楽しんでいただきたいですもんね。そうです。転がしていきましょう、それは。でもぜひ、助手席にも乗っていただきたいです。いや、勘弁です。なんでなんでですか？結構です。あれー、正式に断られちゃった。あと ずっと私的にはですね、胸に秘めているというか、超ラジガールズの時から、鷲崎さんとは、曜日でご一緒させていただいたりっていうとこで、そこで話していた、鷲崎さんに曲を書いていただいて、私が作詞をする的な、なんだったら、井口さん、もう10代の時で、私が20歳になって、こう、お酒が飲めるようになったら、鷲崎さん一緒に飲んでくださいね。うんうん。からもう7年経ってるんでしょ？とんでもないですね。全然飲んでもねえし。いやいや、行きましたって！まあ、ちょこっとね。そうですね。ああ。もう、クソ社員とでしょ？クソ社員！クソ社員と。ヒント、奈良くんです。名前。とか、あとあれですよ、2015年の、春ぐらいに。あ、そうだ、桜井くんとか。そうです。桜井さんと、ひよっちと。そうそうそう。とです、とです、とです。そうだ、そうだ、そうだ。行きました。そうだ。どこに誰がいるかわかんないから、声優って言葉今日禁止ねっつって。
声優って言葉を建築士って言葉ですよ。今年の建築士アワードさ、って話をしてた。あれだ。こうやって、そうです、そうです。あの時以来ですよ。あの時以来ですね。うん、ちょ、また行きましょうよ。行きたいです。ねえ。そしたら私があの車でお送りします。お酒我慢するんで。いやいや、全然飲んでいただいた方がいいです。あれで、タクシーで帰ってください。そしたら一気に夢叶うのに、いろいろ。さあ、そんな福さんでございますが、ニューシングルリトルちゃんファンが現在声発売中なんでございますよ。あれでしょ、若干セクシーでしょ。あ、ありがとうございます。そうです、うん、知ってるんだ、おじさんは。嬉しい。はい、まあこれ割とまあリリース的には前のリリースになりますが、はい、改めてですね、こちらのお話聞いていきたいんですが、これはですね、 OVA ストライクザブラッドのオープニングテーマとなっておりまして、はい、5枚目のシングルでございますが、はい、そうなんです、肩出し出し、肩が出てます。はい、ちょっとセクシーゆかちじゃないですか。やっとーやっとー、あの作っていただいたんです、はい、この曲のためにわざわざあのお洋服を、うんうんうん、ご自分ではどうですか、ああいうのを着られるのは。なかなか、うんうん、あの普段着れる服じゃないので、はい、テンションが上がりました。楽しんで今まで撮影とか、うん、なんかいろいろ含めて、うん、あんだけこう割と出してるみたいのはなしじゃない、なくはなかった。そうですね、ここ最近だとあんまりないかな。一度あの写真集で水着になったことがあるんですけど。そうですよね、そうですよね。そうそうそう、思い出した、思い出した。謎の、ちょっと待って、はい、うわ、思い出した、思い出した。あ、これ水ね、水ね、思い出した、思い出した。目開けたら残念に感じそうなんですよね。松岡さんと俺はこの写真が好きみたいなこと言い合ったし。あ、そうだ、俺なんだったらあれ買ったんだ。うえー、そうだ。番組が資料として持ってきたやつ、俺が金払って買ったんだ。あとで。買い取ったんだ。あとでお金払って。いやいや、とんでもない、とんでもない、とんでもない。いやいやいや、とんでもない。はい。なのですが、まあ、こうやって、ちょっと今回は大人っぽい曲だったのもあって、うんうん、ちょっとセクシーまでいかないです。いやいや、セクシーでらっしゃいますよ。いやいやいや、セクシー出していきましょうよ。セクシー、そうですね。セクシー出していきましょうよ。ダイナマイトボディをね。ダイナマイトボディ。ねえ。わがままボディを、ね。数年前はあの、インデックスちゃんのね、格好で、隠れてた、全身隠れた。そうです。あれをインデックスちゃん脱いだら、教会で守っていたものを、こんなに私すごいのよ、なんつって。がっかりだーってなっちゃう。いやいやいや、がっかりなことないです。いやいやいや、はい、そうなんです。リアルっす。リアルマジっす。そうなんだよ。だって、ね、はい、QR は10回ポスターが貼ってあるんですね。あ、そうなんです。そうなんですよ。ねえ。飾らせていただいて。ねえ、うんうん。なので、皆さん的にはもう、ジャケットがまずグッと、あ、なんか大人のよかちなんじゃないのみたいに気になるところだと思いますが、楽曲的にはどういう風な楽曲なんでしょうか。楽曲はですね、はい、そのストライクザブラッドのオープニングというところで、うん、作品のイメージも背負ってはいるんですが、うん、そうですね、ちょっとこう、女の子の少女から、うん、大人の女の子へっていう、ちょっとこう背伸びのような、こう、もどかしさだったりとかを、作詞にしていただいてるので、そういう部分を、歌い上げております。5枚目のシングルなんでしょ、うん、そうなんです。いかがですか？ 5 枚やっていく中で、やっぱり自分の中でもこう変わったりとか、慣れたりとか、逆に、こういうのが昔は何も考えずにできたけど、うん、今になるとこれやっぱ難しいやってなったりします？そうですね。なんか、今回、うん、特に、まあ、ジャケットの雰囲気もそうなんですけど、うんうんうん、あんまりこう、頑張って、可愛くっていう、なんか声優さんの、こう、キャラクターを押し出す感じよりは、等身大で作っていきたいよねっていうところで、あんまりこう、なんか。等身大ってでも一番難しくないですか？そうなんです。何？私の等身大ってどれって。どれってなって、27歳の等身大どれってなったんですけど、そこは、私のプロデューサーさんが女性の方で、なので同性でお互いにこう話し合っていって、こういうのがいいんじゃないみたいな、いろいろ話して、こう、ちょっとメイクも、オフェロメイクっていうのが今流行ってるらしいんですけど。わかんないです。何ですかそれ。なんかちょっと、チークがポッっていう。すげえ愉快っす。チークがポッってなってて。前歯がポロポロ落ちちゃった。ダーン眉毛はボーン流行ってるんですかそんなの。あと全然ナチュラルじゃないじゃないですか。どこが等身大の27歳ちょっと途中から変わっちゃったんですけど。そうですね、そうですね。はい、でもちょっとこう、はい、お色ぽいというか、ちょっとメイクの部分も大人っぽくしてみて、はいはい、あえてこう、作る可愛さよりは大人っぽさを意識して、うん、で、レコーディングも今までだと、うん、自分の声で歌うのが よくわからなくて、うん、キャラソンの方が得意で。ああ、そんなことおっしゃってましたね、一番最初のアルバムの時も。なので、毎回レコーディングするときに、うん、一度自分じゃなくて、うん、幼女になって、うん、レコーディングの歌出し、声出しをしてから、うんうん、自分の、声で歌うっていう、ね、ちょっと遠回りを過ごしてたんですけど、今回はそれを一切せずに、もう本当に肩の力抜いて歌うっていうのが、
リトルチャームファンクからできたなと思います。自分の中で、その、うん、まあ、別にキーワードではないと思いますけど、うん、やっぱりこう、大人の、その、ナチュラルな、うん、そのセクシーさとか、うん、っていうものがきっとなんかその、お話の中でもあったと思いますけど、うん、自分の思います?私ちょっとセクシーになったかしら?いやー、それは思わないですね。難しいですよね。それは思わないです。でもなんか、力強さというか、その、イェイ元気みたいな、うんことだけじゃない、あの、アフレコとかでもキャラクターで、ここ数年で、はい、その、ちっちゃくて可愛いツインテールの女の子っていうところから、だいぶこう、クールなお姉さんを演じる機会が、2015年は特に増えて。あ、るいぐちさん、そう、マジっすか。そうなんです。もう全然笑わない、喋らないっていう、それ声優として必要な。キャラクターを演じることもあったりとかして、そういうなんか、アフレコ現場で学んだことも、やっぱりこうやってお歌で活かすことができたりするし。表現としてですもんね。ま、軸は、もちろん声優なんですけど、うん、そこからいろんなこう、派生して、学んだものをまた声優に取り込んだりとかっていう、こう、やりとりがすごくできて。じゃあ、繋がってるわけですね。そうなんです。だから。の中で演じることと歌うことってどっかで。そうですね。うん、アフレコ現場で学んだことが、今回、リトルチャームファングでも活かせたと思うし、うん、あと、作詞作曲を渡辺翔さんがしてくださっていて、翔、はい、さんは、グロースローリーっていう曲からご一緒させていただいてるんですけど、今回、私のお誕生日イベントが2015年にあったんですけど、はい、その時に見に来てくださってて、うん、いつかまた曲を書いてくださいよってお願いしたのが、うん、すぐにその場でなんか決まって、うん、あら、みたいな。なんか全部大体なんか直談判で決まってますね。そう、やって言ってみるもんですね。言葉の力。口に出していこう。っていうところで、なんか、こう、翔さんは、はい、こう、ラジオを聞いてくださったりとか、うん、こう、イベント見に来てくださったりとかっていうところで、うん、なんとなく、普段の私をこう見てくださっているようで、うんうんうん、そういうなんか、私の意識しない井口優香感を歌詞に取り入れてくれたりするので、ね、そこでまた歌いやすかったりっていうのはあるのかもしれないです。近くでやっぱりこう、なんか見てくれてる人が帰ってくれるって、やっぱ、ね。そうですね。また違ってきますよね。うんうん、うんということでございまして、じゃあここで、はい、早速おかけしたいと思います。じゃあ曲紹介お願いいたします。はい。聞いてください。発売中でございます。井口優香5枚目のシングル、リトルチャームファング。お聞きいただきましたのは、井口優香さんで、リトルチャームファングでございました。リトルチャームファング。ノーセール。かっこいいじゃん。ありがとうございます。MV 付きで流していただいて、ね、ありがとうございます。雨の中。雨の中、本当の土砂降りだったんですね。なんか偶然だったとさっきね、お聞きしましたけれども、雨の中、そのロックな感じで。ちょっと井口優香、ロックな感じで、そのマイク渡すから、歌ってごらんって言われて、あれをやらされるわけでしょ。そうです。かわいそう。もう本当に、一回やるたんびに止まっては、ロックって何ですか?なるよね。ずっと。見ながら絶対あそこは、恥ずかしい。もう。いや、出てるやつはかっこいいよ。出来上がりかっこいいけど、やってる方は恥ずかしいだろうなと思って。恥ずかしいです。なんかもう、うん、とりあえず髪触っとこうみたいな。そうそうそう。で、触りながら、とりあえず髪触っといたらいいと思ってるんだろう、お前って思ってるんだろうな、監督って思いながら。ね。次、ね、次、揺れとこう。なんかこう。で、手をなん、こうか。なん、こんな、なんか。こう、もうわかんねえよ。もうわかんない、もう本当に。振り付けてくるよ。本当に。振り付けられたら付けられたでなんかもう、次なんだっけってなっちゃうし、もう、不器用なもんです。慣れていきたいですね。一個一個。ということでございまして、はい、ここからリスナーの皆さんからいただきましたお便り紹介していきましょう。はい、と。ありがとうございます。こちらは、はい、ボブさんからいただきました。和崎さんゲストの井口さん、ザキャッチパップ。パップ。11月に発売されたリトちゃんファングの超 A&G プラス用 CM が話題の井口さんでございますが、ミュージックビデオで惜しげもなく保有されているこのボディを、維持するためにされていることはございますか。また井口さん的に一番自信があるパーツはこれだという部分があれば教えてください。あのもうだってもう本当スリーサイズマリリンモンローと同じなんですよ、ね。そうですもうわがままボディをね惜しげもなくさらっていますけど。すごいですね。何もしていなくて本当に困ったな。何かしてますか僕ですか、はい、何にもしてないんですけども、常にメイクさんから、うん、鷲崎さんも肌がもうツルッツルって。ツルツル。よく言われます。私、人生最大の今肌荒れをしています。あら、そうですか。もうやっちまった。ちょっと確認してみます。はい、いやなるほど。すごいしてるんですよ。どうしました、チョコラ BB を飲みなさいよ。そうですよね。だからもう何もしてないからこんな感じです。そうか。僕はもう本当、うん、僕も何もしてないんですけども、うん、もうどれ、もうだって痛風を患ってる人間が、内臓のトラブルが全然お肌に出ない。素晴らしい。で、これもういつも言うんですけども、うん、首から下も割と綺麗なのね。やだ。ね。
で、つや肌、持ち肌。本当に夏場の、うんうん、本当に家にいて一人でこう、料理とか作ったりしてる時に、うん、気がついたら自分の尻触ってる時があって、もうね、俺、ケツっぺたがね、つるっつるなの。すごい。もう、赤ちゃんのような。そう、神が与えたベイビースキー。ほんとに。もう、立ち上がった。完璧。どれどれ。かなり、いや、自分では分かんなかったのよ、最初。でもなんかこう、メイクさんに言われてそうなのかしらなんて、うんうんうん。で、結構どこでも言われるもんですから。すごい、なんか保湿したりとか。何にもしてない。してなくて。すごい。し、肌なんて俺しかも髭が生えるから、うんうん、毎日毎日さ、刃物で削ってるようなもんじゃない。うんうん、だから全然もっと荒れてもおかしくないのに、ね、ごめん。神様って意地悪ね。ごめんなさいね。キーキー自分の体のパーツで自信あるとこだって。なしはないです。なしはなし。どこだどこだどこだどこ、あ、鎖骨、鎖骨、あ、鎖骨美人でらっしゃる。鎖骨は。でもさっきもね、もうガンガーンって見えてましたけども、はい、鎖骨、デコルテ。うなじ。あ、うなじ。首周りのところが。はい。唯一カメラマンさんに褒められました。あら、でも後ろ姿でふって出てくる時とかも、はい、あの、とってもなんか綺麗な、こう、こう、肩周りというか、うれしい首周りというか。出しとけ、出しとけ。出しとけ、出しとけ。わしざきさんはきっと、日々歩いてるから、体調とか、こう。そんなことないです。もう、冬間になったら全然あるから、僕、もう、冬季肥満型って言われてるんですよ。医者から冬季肥満型って言われてる。冬季肥満型。そうそう。今も全然、そう。そうなんですか？そうなんです。熊みてえに、あの。もう家の中に。そうそう。仕事以外はずっと。そう、そうなんです。全然なんですけどね。カイトビさん、わしゲストに勝ち明けましておめでとうございます。おめでとうございます。お二人長い付き合いになると思いますが、改めてお二人に互いの子がすごいというのを褒め合ってほしいです。そしてお互いに恥ずかしい気持ちになってほしいです。もう、イベントとかラジオとかでのわし崎さんの凄さは本当に私、あの、2015年改めて感じました。ありがとうございます。お姉さんみたいになっちゃった。本当に皆さんにこう話をちゃんと均等に回して、で、その人が何をやっても結果面白いっていう風にちゃんと作ってくれるし、時間もしっかりぴったりだし、もう来てくれたお客さんも出演したみんなも気持ちよく、今日、すごい楽しかったなって言って帰ることができるのは、わしざきさんの現場だけです。サンキュー。届いてますどん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 です。ありがとうございます。井口さんのいいところは、これもうずっと昔から言ってますけども、井口さんはね、とってもね、トークはつらつとしてて、あのね、なんていうの、ゆか、あのね、これはね、難しい言い方なんですけど、僕は、面白いことよりも楽しいことの方が、100倍大事だと思ってるんですけども、面白いことっていうのは、その、面白いこと言うことはかっこいいよ。かっこいい。その、大喜利とかで、スコーンってお題に対して、うわ、こんなこと思いつくのはかっこいいと思うけども、でも、それは二の次で、愉快である、楽しいであるっていうことができることが俺は一番大事だと思ってますけども、井口さんは絶対にそれを意識してるのかどうかは知りませんけども、どの現場に行ってもそれがまずちゃんとある。そうそうそう。それなしに、面白いことだけすって言って帰って行って、なんか、どう俺かっこいいでしょみたいなのじゃない。基本的には愉快をちゃんとできるんですね。いやいやいや。そう。あとね、うん、女の出し方がうまい。女、ほら、ね。こういうとこ丸裸にしていきますけど、そういうのをわざとやることによって、ね、わざとやることによって、そう、そう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 、そう、こういうのをわざとやることに、私そういうのを言われたから意識してわざとこういうのをやってますよっていうのをやるでしょ。でも普段のトークの中で、その、出しすぎないようにちょこっとだけ出るから女の子にも嫌われない。へぇー。ですよ、あなた。そうなんですか？そうなんですよ。これ難しい。やったー！いろんな、占い師いろんな人に言うんだから。占い師さんに話聞いてるみたいな。井口優香のラジオ見てみなって言うんだから、俺。すごい。そう、若い女の子に。女子の出し方が絶妙なんだよ、と。へぇー、うん。だから、可愛いなと思うし、男女ともにこれを可愛いなと思うし、はいやらしくないんだよ、というのを。はぇー。この間でも、あの、セラフの現場で、うん、鈴木達久さんに、うん、お前はいくつまでそんなつもりでいるんだって言われて。どういう意味そんなつもりってどういう意味なんかこう、そのキャラでってこと三つ編みしたりとか、なんか聞かれた時に、ってなるのが、じゃねえよって言われて、シューンってなったんだ。いや。佐藤さとみだって頑張ってんじゃん、ああいう感じで。ねえ。シュガーさん。そうですよ。うん。別に、自分で作ったキャラクターにがんじがらめになってるわけじゃないでしょ、作ってるわけじゃないんですよ。そういう人がいるんですか、他には。
佐藤の話じゃないですよ。あの、佐藤の話じゃないですよ。ねえ、いや、でもありがとうございます。嬉しいなぁ。ねえ。石崎さんのいいところもいっぱいあるけど、うん、なんか、こうやって改めてって思うと、うん、何を言っていいやら。難しいね。うーん。でも、やっぱ、いつも楽しく。そうなんです、そうなんです。うんうんうん、ねえ。あ、もうお時間ですね。ごめんなさい。ということでございまして、そろそろお時間になってしまいまして、ごめんなさいね。中途半端な感じの、なってしまいましたが、最後にリスナーに向けてメッセージがあればお願いいたします。あっという間でしたが、本当に念願の、出演ができて、とっても嬉しいです。11月にシングルは出たんですが、はい、ぜひ皆さん買ってください。はい、良いお年、あ、良いよ、おきょめ。あとですね、そうそう、はい、2月に、2月17日にですね、うん、またまた新たに6枚目のシングルが発売になります。そうなんです、はい。変わらない強さというヘビーオブジェクトの新エンディングテーマになっておりますので、ぜひそちらの方もチェックしていただきたいです。同日に発売するいろんなアーティストさんたくさんいるので、はい、よろしくね。よろしくね。そしてまたこれを引っ提げて番組に遊びに来させてください。はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ザ・キャッチということで、じゃあお分かりも曲をおかけしましょう。曲紹介お願いいたします。はい、お願いいたします。聞いてください。リトルチャームファンクのカップリングです。井口ゆかで Never New Till Now。ご飯のゲスト。井口ゆかさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。